はい、皆さんこんにちは。大学受験ステップ大船校チューターの渡辺です。そして、はい、横須賀高校卒業の物理工学院在留系2年の吉田明宏です。はい、というわけで今日は映ってますけど東京工業大学にやってきました。これから木下くんに学校の中案内してもらいたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、今ここだ、まあ、ここで駅が近いんですよね。めっちゃ近い。そう、これ徒歩何分ですか。もう2、3分ですよ。2、3分ですよね。横断歩道渡ったらすぐキャンパスに行く感じで、で、大体みんなこう、ここから、はい、ね、で、なんか有名な建物がこの中間の本館が本館やって普段メインの授業はどのあたりですか。大体1年生とかだとこの西地区の講義棟がこの辺にあるんですけど、その辺の講義棟がメインで、あと本館でも授業があるっていう感じで。なるほどね。この外側は結構研究施設みたいな。そうですね。基本的に研究施設とか、あと専門科目とかが、だいたい遠いところに。遠いところに入る感じですね。だいたい学年が上がってくると、そうですね。奥の方に行く。一周回ったことあります？一周は回ったことないですね、さすがに。めちゃくちゃ長いんで。結構広いからね。確かなんか、違う駅がこの辺にも。緑の階がここにあって。ちょっとスケールが大きいんですけども、早速中入っていきましょうか。はい。はい、どういう施設なんですか。これ、大体、学生が使うのは1階で、教科書販売とかが行われてたり、生協が。あ、生協入ってるんですね。はい、ちょっと中、覗いてみたいと思いますね。これとか有名な東工大クッキー、あの枚数がその19個入りで結構話題になってるんですよ。素数、素数です。東工大らしいですね。白湯言ってます、ね、これもやっぱりもう理系の大学っていう感じがして、素材もちゃんとしてるやつで、化学繊維じゃない、化学繊維じゃないやつを使ってるんで。へえ、キムハイプ、これ何ですか。実験の時にそのティッシュの代わりみたいな。ああ、ティッシュの代わり？ティッシュと違うんだ。ティッシュよりもちゃんと水分拭き取ってくれるんで、木下くんは結構科学系の方が系なんでお世話になってる。これからです、ね。これから。日本のコーナーがあるんだけど、はい、センターが数学っていう。めっちゃ数学、物理、化学、工学。あ、でも数学ガールとかもあるよ。なんか有名な。なんかあれ？でもこれ数学ガールってもうちょっと優しいやつからいっぱいあったような気がするんだけど。優しいやつは誰も興味持たない。優しい数学に興味持たない。興味持たない。分かんないところとかあるんで、あのおなじみのチャート式とかが。チャート式の。大学生版が、大学生版があります。チャートって高校生で終わりじゃないんですか。終わりじゃないです。ここの建物の地下に博物館がある。なんか秘密基地みたいな。そうですはい、じゃあ地下の方まで来ましたけれども、はい、ここは何ですか。ここは特別展示室って言って、外部の人向けにこの大学がどういう研究をしているのかみたいなのを具体的に知ってもらうような場所になっております。じゃあ中見てみましょうか。はい。エンジン。これは工学系だね。そうですね。これバイクかな。これがまあ物理系の研究という感じなんだけど、木下君は科学系だね。そうですね。科学系です。どんな研究とか勉強してるとワクワクするとか、そういう材料系に入ってるんで、無機フォーカス、有機フォーカス、金属フォーカスっていうのがあって。その有機無機金属のどれに進むのかっていうところが、で今その概論の授業を受けて、東工大の学生も本当に理系全般好きな人多いと思うけど、自分の中のすごいこれだみたいなのが、はい、なんかあるありますね。あ、なんかこれ一個一個に QR コードがついてて、これ読み込むとなんか出てくる。はい、あ、すごい。これの説明が、はい、そうですね。これは粒子加速器の研究の歴史っていうのが出てきました、ね。これ全部に QR コードついてて、はい、何かなって言って調べることができるんですね。はい、高校生が来て、はい、
どういう勉強できるのかなっていう時に楽しそうですね。そうですね。結構学食じゃなくて、なんかサークルか、サークルでもそうですね。いつもなんか昼休みになると、あの奥の方が70周年記念行動っていうんです。あの前でいつも練習してる。ジャグリングを今日はやってますね。はい、やってます。ここ有名な建物ですよね。そうですね。これ通称チーズケーキって呼ばれる。チーズケーキっていうことは形が確かにケーキの形してますね、はい、これは何のどんな建物？図書館。図書館、はい、下が図書館で、うん、上は自習スペースになるんで。自習スペースなんだ、はい、なるほど。下にも自習スペースあるんですけど、うん、上の自習スペースは、まあ、結構人気で、人気で、はい、これ図書館になると夜11時まで空いてるんで。11時？11時です。夜のえ、みんなその11時まで学校で勉強して帰るみたいな。帰ってもうまた次の日で、すごい、さすが。本館をその階段を上ると綺麗に見えるということなん で、ちょっと上ってみようかなと思うわけなんです。こう坂とか階段多い？多いですね。これを上り切ると、そうですね、本館が見えるわけですね、はい、どんな感じか。あー、写真で見たやつだ。写真で見た。春になると、うん、このウッドデッキの木は全部桜なんで。あ、これ桜なんだ、はい、めっちゃ綺麗に。おー、春に来たかった。本館って何するところなんですか？結構大きな講義室があって、うん、1年生の生命の講義を受けたり、あと上の方は応用科学系の研究室がある場所で、うん、大教室なんかは人数多い授業とかで使うから、う、ねはい、結構割とみんな1回は、みんな1回は行きます、行く感じのところだそうです、はい。ここが自習スペースになってるわけですね、はいはい、ですね。学会社専用フロア、開かない、開かないんですけど、開かない。学生証がかざすと、かざすとで、おー、という感じです。本館にこれから向かっていくわけなんですけど、ここはやっぱりもう学校のシンボルのところに向かっていくよっていう感じで、こう歩くために勉強してきたんですね。結構みんな好んでこの道通るんで。なるほど。東工大何年生ぐらいから志望してる？一応高一からずっとなんとなくは思い描いていて、でそれを3年間続けてここにたどり着いたわけですね。合格した瞬間どうだった？嘘だろって思いました。自分が本当にここに向かったんだって。そんなに自信はなかった？自信は全然なくて、引っかかってくれたっていう感動。感動。いや、それは感動だね。そうですね。あー、着きましたよ。なんか近くに来ると、やっぱりすごっ。結構、圧倒される感じがありますよね。なるね。これはもう本当にずっと写真で見てた建物だっていう感じが、一応文化財になってるらしいんですよね。文化財になってるわけだ、はい、そうなんだ。じゃあその木下くんが憧れていたという本館の、ね、はい、入り口のとこぐらいまでは行けるんですね、はいはい、でそこにじゃあ行ってみたいと思います、はい、お、なんかいきなり綺麗なコログラム。コログラム、綺麗。なんかすごそうな建物が見えるけど、あれも東工大？あれも東工大です。あれどんな建物？あれは EEI と環境とエネルギーの、全面がソーラーパネルで覆われてて、環境に配慮した建物。近づいてみましょうか、はい、なんか近づいてきたらもうソーラーパネルの感じが、はい、かなり出てる。めちゃくちゃでかい。あ、結構いますね。あ、もう来ましたね、はい、はい。環境エネルギーイノベーション棟ということで、はい、ちょっと一駅ぐらい歩いてきた感じですね。そうですね。内側から見るとこれがソーラーパネル。そうですね。本当におーっていう感じですね。めちゃくちゃ大量に貼ってあって、貼ってあって、この建物の実験とかで使ったりする電力を全部このソーラーパネルで。なんかここはゼロカーボンエネルギー研究所、はい、科学っぽい。そうですね、これ材料系の研究室もこの辺に
感があって、なるほど、原子力を扱う研究というような、なんか興味ある。そうですね、原子力系にちょっと進みたい。そうなんだ、じゃあまさにまさにここに学年が上がってきたらここに入りたいなっていう感じでやってるわけですね。木下くんのことについてちょっとインタビューしてみますか。はい、わかりました。東工大に興味持ったっていうのは、はい、なんかきっかけあったのかな。高1の時に大学を決めようってなった時に理系がすごい好きだったんで調べていったらかっこいい大学があるじゃんっていう。なるほど。とりあえずそこがきっかけです。なんかそれは数学が好きだったとか理科が好きだった。それがまあどっちも好きで特に科学とかが好きだった。科学が好きだったんですね、はい、今はどんな研究してる。まだ研究っていうほど大層なことはできてないんですけど基本的な広い分野で勉強を始めてて具体的に言うと量子科学だったり熱力学だったりっていうのを深く勉強をしていて材料系っていうのが無機分野と有機分野と金属分野っていう3つの分野に分かれてるんで自分はそのゆくゆくは無機分野の方に進んで原子力の勉強をちょっと深めていきたいな。ただ量子科学とかっていうのはなかなか難しいところで勉強には苦戦してますね。将来なんか考えてるの。あんまり具体的な像はやっぱりまだないんですけどアカデミアの研究室というよりかはどっちかっていうと企業に就職して研究をするのかそれともまあコンサルみたいな仕事をするのかっていうところで。どんな人が多いんですか。自分の好きなことを突き進むっていう気質を持ってる人が結構多くて。あー、ぽい。弓道部やってるんですけど弓道に全力を注いでる人とかが多くて他にも建築の人たちは四六時中建築のこと考えてるみたいな人とか他の学生もやっぱりそういう人も多いみたいですね。勉強好きな人多いのかな。そうですね、なんだかんだね。でもその中で勉強以外のことも仕込んでる人もいるし、ね、こうキャンパス歩いててもねランニングしてる人とか、はい、ジャグリングしてる人とか楽器持って歩いてる人とかも結構いますね。そういう意味ではもうそういう楽しさもあるよ、はい、勉強だけじゃないですじゃあもう勉強をしっかりやりながら、はい、他のこともやれるっていうのは、まあ、そうですね、もうそういう最高の環境じゃないですか。じゃあというわけで、はい、大学紹介東工大編これで終わりにしたいと思うんですけれども今日は両君一日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また機会があったら来てみたいなというふうには思うんですけど、はい、じゃあ頑張って勉強して、はい、頑張ります。夢を叶えてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。